英雄軍を回ってみましょうか。1985年ぐらいだったかね。85年か6年か、その頃にあれ誰やったかな、大阪の大阪大学の先生かなんかがね、説明をしてはりましたけどね。その時見た古墳見てみましょうかね。ここの入り口もあるんですよ。あら、残ってるか。天井石が1個だけ残ってる。反対やな。これちょっとおかしのおかしいんだけどね。こうやからね、反対向いとるがね、開口がね。これ現実やろ。あれ北向いとるがね、ちょっとおかしいんだけどね、向き方が。桜がね、何にもなかったじゃん。だから 何年前、ね、40年ほど前かね、こうずっと先まで乗っ張られてたよね。あの辺工事やってたかな、そんなんやったんやけど。これ DC 軍は見てないね。その頃は工事してはったから、これ入ってないわ。全然見当たらへんねんけどな。あの反対側に、あの反対側の古墳はね、昔見たことあんねんけど。誰も歩いた跡はないがね、怖いね、これは。よいしょ。看板も立ってないんかね。ここ大きな古墳やけど、あの向こうもそうやろうね。ほど天井石がないかね。あれ、そうでないの。あ、それあるか。もう片方で出てくれますけど、あのビオもなんかね、ここ初めて来ますね。あの反対側もあったんだけどね。これもなんかね、こうなんだよ。ああ、こうあんねんけど、もうやぶになってますね。もう崩れてるかわからんか。この片方やね、大変だから降りるのは。この階段やからね。うん、ここ入ってみようか。看板立てないね。ダメだね。入れますよ。この石の使い方はね、かませ石が怖いね、これ。大丈夫かいね。1枚、2枚ね。高さが1メートル20ぐらいしかないんだけど。
もうちょっとね、石組みがちょっとね、ちょっと緩くなってるような感じがする。怖っ、怖いわ。この南国風が変えてないからね、やっぱりね、石図がある方が見てもね、面白い。これ、D45 分25メートル、高さ27メートル、船道が 5.8 メーター、幅 1.5 メーター、高さ 1.6 メーター、舷室が長さ 3.9 メーター、幅 2.5 メーター、高さ3メーター、大きいぞ。この古墳群の中で最大級、最大の木を誇ります。石棺と木棺、4体以上が順に葬られて、金銅製、飾りかなく、かんざしなど、捉え系属色のある遺物が含まれました。6世紀後半。6世紀後半。大きいね。最大級。これは明るい板かね。持ってきてないね。こんな大きな石室だと思ってないからね。まあ、すごいやん、これ。あらあら。一律化古墳群をバカにしました。高さ 3.75 メーター、それくらいあるか。あらー、すごい。これはびっくりしましたね。昔見れてないな、ここな。ちょうどまだ工事中だったからね。これはすごい。天井石が1枚2枚。これはね、最大級。うん、これは大きいわ。何機か入ったけど。ねえ、こんな天井高いのないし。これは大きいね、使ってくれてるよ。横も、奥もね、1、2、3段、4段とこか。筆かなんかか。あ、これはすごい。これはかっちりしてます、この古墳はね。この石図なんてかっちりしてる。さっきの怖かったけど。ほら、すごい、この石もこれ。ああ、こんな大きな単価いいな。全然違うんだね。何遍も来たのに。それこそ何十遍もこう上がってきてるのに。昔こっち上がれなかったからな、4号分やったっけ、D4 号分。最大規模。はい、お風呂行きました。はい、ありがとうございました。これはどうでしょう、びっくりしたね。こんな大きい古墳、あの石図ある古墳があるなんかね、知らないんでね。あの、B 群車はうまく見てへんから、今までね、ずっと何回も。これは大きいわ。はい、失礼しました。石室が古墳群の中で一番大きい石室らしいぞ、ここがね。ははー、なるほど。この道ね、はい、上がったことあります。この道上がったことあるかな？あ、いや、ないな、これは違うな。どうだろう。いや、降りてきたことあるかもしれんな。こう見るから全然見えてへんからな。D45 分。見えてへんから、わからんかったか。これまっすぐ上がると、おそらく展望台か。こや。小さいんだけどね、大きな天井石が。2個乗ってますけど、おもろ、これはおもろいやんか。おそらくもう一個あれ奥に入れなかったかね。結構大きいね。これはおもろいですよ、これは。この古墳は石室の、そういうことかね。あれ、ここもう埋まってしまったかい。何も残ってない。あそこに石が残ってるか。あらあら、何も埋まへんかな。
面白い、この古墳は。全く見えなんだからね、やぶなってるから。何年ほど前、3、40年前はやぶでした。これ登ってるけど、これ上上がったことあるのかな。どうも記憶がないんだけどね。記憶によると、これかな、舞い上がったの。どうも記憶定かないんだけど。こんなやったかな。いや、前やぶやったからな、分からへんな、イメージが。さっぱり。いや、やっぱりこれじゃないわ、上がってきてんの。全然違うとこだわ。はい、思い出しましたわ。反対側よ。ここは展望台。あら、見えるわね。どこ行っても展望台見えへんからな。どこ行っても展望台行ったらね、気がいっぱいで見えないこと多いんだけど。こっち南側ですよ。これやな、これ上がってくるんだよ。いつもね、これ上がってきてん。これこれこれですわ。これ緑の広から管理というかね、これどうで上がってくんねえわ。これから J と BC、 あ、 J か、今は米信号やったやろ。そしたらね、な、 E 信号を下ってまた道上がるか。 JB 群にね、そうしよう。